アバターカードがガチの神、めっちゃかっけえアバターカード。しかもね、ホロハク仕様のあのアバターカード特別シール、あの仕様がさ、ずっと前に来たさ、あのアバターカードみたいな感じだよね。それでこの絵柄だぜ、ゴジータが後ろに、フォーのゴジータが後ろにこう、おお、絶対欲しくない、これはマストゲッティだぞ。あと G はゴッドの悟空だな、多分ゴッドだと思うな、髪の毛赤髪だと思うんだよな、孫悟空、ゴッド、いや、あ、身勝手ではないよな、ゴッドのやな。で、あとブロリーがいるかどうかだよな、ブロリー。とりあえず今見た限りではさ、いや、トランクスも楽しいよね、トランクスも。あと G だろ、今回の G だろ。そして、いや、このアバターカードだろ、やべえ、欲しいのありまくるな。カードの種類は全部で13種だから、うまくいけばワンボックスでコンプできるけど、まあ、できないことの方が多いから、一応200個あればコンプはできると思うんだよな。だから本当はね、もう少し欲しかったんだよね、あのアバターカード。ゴジータがすげえポーズ良くてかっこいいなと思って。あとは裏面のラインナップを見て、ブロリーがいるかどうか、ブロリーいたらな、あと4箱は欲しいってなってたよな。まあ、とりあえず200個ゲットできてるから、ささっと取りまして、まあ、いくぜ。おお、パッケージやべえ、これ絶対欲しくない。出るから、前のさ、あのブロリーの時のやつすごい出にくかったよな。だから200個でも出ない可能性全然あるからさ、これワンボックス1枚確定だったらすげえ嬉しいけど、いやー、マジで怖え、頼むぞ頼むぞ。裏どうだ、裏どうだ。おお、アニメ新宿大聖編配信中、かっこいいな。これもカード欲しいね、ポスターみたいなこのカード。でどうだ、そのGでしょ、今回の G は孫悟空や。で、ビルスに、孫悟飯青年期、星か、ベジータ。で、これが特別仕様の、ホロハク仕様のヒーローアバターから特別収録。ピューにトランクスゼロに、魔人ブーでしょ、そして、孫悟飯青年期。ご飯は星とさ、星じゃないとダブルであんのか。嬉しいね、青年期ダブル欲しいな。で、ミスターサタンに、悟空 GT、トランクス GT、ゴテいないな、ブロリーな。くそー、今年最後なのに。2021年最後のカード組だよな。15。スーパードラゴンボールヒーローズカード組15。2021ラスト、ブロリーなし。おーくそー、俺たちブロリー数にとってはかなりの精神的ダメージだけれども、その代わり、4のゴジータがね、腕太いな、このゴジータ。このかっこいいアバターカードを狙って、行こうぜ、ゴジータがいるからな。ブロリーの代わりに、ゴジータがいてくれてる、それだけでありがとう。一発目から来ないやな、ベジータ。おー、かっこいいじゃん、イラスト、ギャリックホール。ベジータポーズ全然違うけどな、ギャリックホールポーズ全然違う、ギャリックホール。すげー、やっとこの表情最高だぞ、ベジータ。 P のベジータね、ギャリックホールゲット降臨でありがとうございます。久しぶりにこのグミをね、いや、いい匂いの、おー、いい心中だね、いい心地のこの、うわ、いいね、このプリーぐらい、うまそうだね。よし、ホロハクのアバターカードを出して、それを見ながら、にやけながら食べるっていうね、ペクトレスメジャーのエネルギー。頼むぞ、ホロハク、もう来いよ、ワンボックス目で来いよ。いや、そうだよな。いや、来ない可能性全然あるからね。孫悟飯、青年期。おー、服装いいね。Z ソード、ピカーン、光ってるぜ。Z ソードスラッシュ。お、いいね。絵柄と合ってるわ。そう、孫悟飯青年期。はぁ、あ、緊張してきた。やべえやべえ。この2枚だけでもかなりの震え。まあ、今年最後だからな。もう2021年も終わりだし、もう後には戻れない。2021年最後の、カード組。おぉ、ビルスだ、星来たよ、星、初星。ビルス、ポーズいいじゃん。破壊神の怒り。ほぉ、やっぱかっこいいね。このゴールド G の部分が、ゴールドの部分でも本当の G は、今回の G、 あのゴッドの合計めっちゃもうな、このシリーズの本当の G やべえよな。これも G なんだが、一応星のさ、レアなんだけど、箱押しあるんだけど、これをさらに超えるからね、 G ね。まあ、G はね、出ると思う、簡単に。これはね、そこまで苦労しないと思うんだけれども、ホロワークだよな。ワンボックスにカクテル入っていてくれたらすげえ嬉しいのだが、おお、孫悟空 GT、 後ろにね、黄金の大皿がいるぜ。
大の大皿からな、あのかっこいいフォルムにおおってあの感動と興奮だよな。孫悟空 GT 入りました。絵柄かっこいいね、これ絵かっこいいわ、絵描きたい、これ素晴らしい素晴らしい。今のところ1枚も被ってないと。でもね、ワンボックスね、被るんですよ、これ。あ、まあ、コンプ的にもね、コンプ的にも、枚数的にも被るけど、13周。ほ、フュー来たぞ。かっこいいね、フュー。これも発行してよかったな。フュー。素晴らしい。はぁ、緊張してきた。もうそれ来るぞ。落ち着け、落ち着け。もうそれ来るぞ、ホルハク。絶対やばいから。もうね、仕様が、もう触れるよ。しかもゴジータいるからね。もうこれ一生もんだよ、これ。一生もん。一生もんのさ、アバターか、あれ、こうだった。ウィスターサダンだった。まだ髪がふさふさな頃だね。ダイナモイトキック。ウィスターサダン。いや、いいね、サダン落ち着くわ。サタンのこの角もレアだな。P のサタン、このポーズいいし、いいしね。ポーズ。これもレアだぞ、ミスターサタン。すげえいい角ゲットできた。このサタンはマジで当たりだな。これは。これ激アツ。もう一枚ぐらい被りたいね。まあ、向こうの箱で出てくれると思うのだが、そして。おー、トランクスになれ、ゼロ。トランクス、ゼロ。バーニングスクラッシュ。ささっ。やばいね。緊張で。やべ、待って、これはこれ出ないのかな、ホロワク。そんなはずはねえぞ。絶対に、出るはずなんだが。ホロワク、これだからね。ちっちゃくてもちょっと、うわ、絶対あの仕様だわ。まあ、ホロワクって書いてるからあの仕様なんだけど、間違いなく。ジージー、ジージー、ジージー。見て、この G のレベル。ドデー孫悟空。ゴッディだ、やっぱ。ゴッディの孫悟空。うわ、この全面の G レベル見て、全面の G レベル。やばくね、すごすぎだろ。孫悟空。ゴッディだ、ゴッディ。喧嘩突破、カメハメハ。表情、いや、この悟空も、表情いいな。今のところね、表情部分ナンバーワンベジータだったんだけど、最初にゲットした。この孫くんもいいよ。うわ、G すげえ。レベルが違うっしょ、やっぱ。この G の量。これが本当の G だからね。これぞ G。カード組シリーズの G とは、俺のことだ、G。すげえ。毎回 G すげえからな。今回の G もやばかったね。よし、G 入った、G 入った。まあ、G はね、簡単に出ると思ってたんだ。G は。しかし、ホロワク。ホロワクがさ、まあ、結構開けても出なかったことあったじゃん。すごい怖くて。ニヤコじゃ、お、かぶりました、ベジータ表情。いいね。スウースウーベジータ。よし、かぶりね。初かぶり。かぶりやつの右側に置いとこうかな。かぶりゾーンに。で、これで右最後ね。右最後の、うわ、マジか。まあ、でも全然、うん。一枚ずつ持ってないの出てコンプしたとしても被るからさ、全然あの7枚は被る計算ですからね。全然全然問題ない問題ない。でこっから左半分と、うわ怖え怖え怖え。ホルワク頼むぞ。ホルワク出さんと俺次の行ったらマジきつい。出るよね、ホルワク。フィューやばいぞ。出ないで俺パティーノ、アルパティーノじゃない。ちょっと待ってくれ。待ってくれよ、頼むぞ。今日で絶対出したいからね、俺。おお、初のマジンブーだな。いや、これでも G って言ってもいいぐらいのかっこよさなんだけど、やっぱさ、あの G を見た後だと、ちょっとやっぱかすむよね。迫力すごいんだけどさ、このマジンブーも。G。すごいよな。あの星なんだけどね、これ。レアの。でも、G の量に関しては、やはり、この、悟空さ、すごくね、G。もう G の量が半端じゃないもん。すごすぎるぜ。いやー、いや、ちょっと待って。でもさ、あれなんだよ。ホロハクが出ないと。ちょっと待って、頼むって。ホロハク。ホロ。うわ、出ねえ。やばいわ。孫悟天 GT。カメハメハ。なんかこの悟天もかっこいいね。これも表情いいな。表情賞与えたいな。ほら、GT の悟天。初だからね。初々。初々。あざっす。しかしさ、ホロワクこれ。マジでか。ちょっと待って、ホロワク頼むって。もうこれで出したい。シャーシャーおーおーさ嘘嘘ちょ、やべえって。やばいって見て、うわ、やばいって。やっぱ思った通りの仕様だった。前来たやつと同じだわ、仕様的には。ホロワク。うーわ、
この仕事でこれだかんね、これこれ、うわ来た、よかった、うおー、なんじゃこりゃ、これ一生もんじゃん、マジでこれが一生ものアバターカードじゃねえか。これもう一枚ゲットして保存用と使う用だよな。使用する用と保存用と鑑賞する用。できれば3枚欲しいな。でもワンボックス1枚だろうな、こんな。うわ、やっば、光輝きレベルが団地だぜ。団地ズム、団地ズム。ヒーローアバター、速攻スリムしなきゃ、これ。あんま触りたくないね。指紋つけたくない。いや、いいよ、ポーズが。ポーズ最高。ゴジータ、かっこいいね。4のゴジータ。素晴らしい。これはイーシーもビビって逃げるよ、イーシーも。うわ、すごいね。かっこよすぎる。これ神だわ。神カード降臨。2021年最後のカード組、神カード入りました。神カード。うわ、マジでか。すげえ、行政来た、オッケー。もう1枚入ってないかな。ワンボックスもう1枚。入ってたらすげえ嬉しいんだけど。これで星コンプだね。孫悟飯、青年期。あれっていうか、あと何出てない？これコンプ決まった？え、ワンボックスコンプ決まったんじゃねえか、もしかして。いやー、まさかアバターカードこんな簡単に出てくれるなんて、いや、嬉しいわー。もうワンボックス絶対出ないと思ってたんだよね、今。あとは、あれだよ。トランクス、GT でコンプなはず。今見た限り。トランクス GT まだ出てないよな。トランクス GT。え、マジでか。あ、ビリス様ね。星、かぶり、入りました。あざっせ。ビリス様入って。いや、ホルワークやば。ちょっとさ、あれじゃの確定かどうか、もうワンボックスも開けるか。多分これでコンプできると思うんだ。トランクス GT が出てくれるはずだから、あと3パッキーで。多分出る。ワンボックスコンプできたわ。そうかさ、よかった。ワンボックスコンプできるか。嬉しいな。当時できなかったし。あれ、出てないよね、トランクス GT。あれ、出たっけ？いや、出てないはず。トランクスゼノは出た。トランクスゼノは覚えてんだ。あのかっこいいやつ。GT は出てないはずなんで、お、マジ出ないかもしんない。これでワンボックス最後だもんね。これトランクス GT 出なかったら、いや多分出ると思うな。ここまで来たらもうコンプだろ。トランクスマジ出ないかな。おー、出なかった。ワンボックスコンプできなかったわ。そう思って GT だもん。ちょっと確かめてみる。トランクス出てないはずだけど、ワンボックスコンプだと思ったんだけど、最後の最後でトランクス GT が裏切りやがった。出なかった。マジでか。G が1枚。G ね、もう1枚ぐらい入ってると思ってた。G。2、3枚入ってたよね。確か。前の箱。今回ホロ箱あるから違ったんかな。ホロ箱1枚に G が1枚でしょ。で、星。レアが1、2、3、4。5枚入っとって、あとは全部コモンのカード。2、4、ロー、ハー、と、11、12、13枚。トランクス。GT 出なかったわ。次でコンプか。とりあえずワンボックスの内訳はこんな感じになりましたと。で、これが確定だったら次の箱にもホロ箱が確定で入っているという。いや、嬉しいね。確定だったしよ。だったら2枚ゲットできるってことだもんね。2枚とかねえから、奇跡のさ、ホロ箱2枚とかあったら泣くよね。ワンボックスに当たりボックスって言って、その代わり G が入ってないとかね。俺予想だとね、おそらくホロ箱入ってないやつに G が2枚入ってると思うんだよな。おそらくだけど、 G が2枚でも熱いような。でもホロワーク欲しいな。それでは最後のラストボックスに行きましょう。これで最後だな。どうだ、トランクス GT 出るかな。トランクス GT が出ないとコンプできないからね。かなりきついんだわ。まさかトランクス GT が出ないのってことがあるのか。そんなわけないよな。ビルさん出て、トランクス GT 頼むぞ、出てくるよトランクス GT。あと1枚でコンプなのに。まずトランクス GT が残るなんてな。このトランクス GT は出ないのに、孫悟空 GT はすごい。これ3枚目だからね。めちゃめちゃ出る。あとサタンも出てないよな。サタンも GT 被りたいんだけどな。サタン、これ。ミスターサタン。被りたいよね。ミスターサタン。ここ。被ってないんだわ。で、孫悟空 GT 結構来て、トランクス GT 来て、孫悟空 GT も来てるよね、被りね。もうマジか、この偏り面白いな。片指、フィユね。フィユも被ってるよな。マジでか。サタンも被りたいし。ちょっと、頼むぞ。いい感じで来てほしいな、最後の箱だから。マジブーね。星のゾーンに。いや、でも G がな、輝きすごすぎて、ちょっとレアのさ、G の部分が、箱押しのゴールドの部分が、かすれて、よっしゃー来たー、オッケー、これでコンプ、コッケー。
最後にふさわしいじゃん、トランクス GT ブルー、この気が最高だな、バスターキャノン、よしよっしゃトランクス GT、 ありがとうございます、ゲットゴリです、トランクス GT 入りました。これで一応カード全種コンプリートできた。あとは内訳を見る、このワンボックスの内訳を見て、今のレア星2枚出て、箱押しとかまだ出てない、はい、星3枚目だね、よかった、ご飯かぶった、嬉しい、このご飯もかっこいいから大好きなんだよね、青年期の、これもかぶりましてと、星が3で、さっきと同じだったらあと2枚出るはずなんだ。で、ホロハクと、え、どうなるだろうな、ホロハク出るかな、おっしゃサタン来た、かぶり嬉しい、これサタンも GT 欲しかったよな、ハゲてるさ、GT GT のサタン、よし、サタンも入りました。で、次、オッケーオッケー、いい感じで来てるな、あと G かホロハク、どっちが先に行く、よし、トランクスゼロね、どんなね、これで右半分終わりだからもうね、右半分終わり、うわーマジでか、どうなることやらこの戦い、ささっ、どうだ、 G だね、先に G が入ったわ。で、この G が1枚もう1枚入ってるんだったらホロがなくて、ホロが入ってたら G がもう1枚出ないんじゃないかなという、そういう予想でいこう。 G が1枚入りました、 OKOK、 G ね、やっと G 入ったわ、こっから恐怖の左半分ゾーン、うわー、ホロワーク出るかどうかの戦いだからね、ホロワーク頼むぞ、出てくれ、もう一枚絶対欲しいからな、フューが来ましてと、フューが被りましてと、そしてだー、マジ怖えな、もうなんかハサミ手に取る、震えるもんね、なんかめっちゃ震える、ホロワーク来ないんじゃないかっていうね、ホロワークで、あと1枚出るな、おそらく星があと1枚出る、さっきの5枚と、さっき5枚だったもんね、だから今回も5枚同じだとしたらもう1枚出ますよということで、さっ、うわ、ホロハクやっぱラッキーだったんかな、ワンボックス確定じゃないかもしんないよね、いやー、さっき確定、そしたらめちゃ運良かったな、確定でしょ、やったー、オッケー出たわ、これで G と箱押しがダブル、やっぱ確定だわ、これワンボックス、おそらくね、俺2箱開けて同じように出てるから、おそらくワンボックス買ったら出てくると思う、これ確実に欲しい人は未開封のやつワンボックス、いやでも違うポティもあんのかな、みんなどうだった、ワンボックス買った人いる、出なかった人、ワンボックス未開封買って出なかった人いる、地獄だよね、出なかったら、俺でも出たから両方とも、おそらく確定だとは思う、おそらくね、おそらく、いや、やっと来たわ、これであとはもうあれだ、出ないと思う、でも分かんないか、もう一枚さ、ホロワーク出たりしてね、G とか出たりしてね、ちょ、わかんないね、そこはね、開けてみないと、トランクス、やったー GT 2枚目、やっぱワンボックスでコンプできないようになってんのかな、この箱でもワンボックスできてないのかな、なんか出てないのあんのかな、この箱でも、だからさ、やっぱ確実にワンボックス狙うのであれば200個以上欲しいね、このシリーズね、うん、お、 G2 枚入っとった、すげー、 G2 枚、嘘G2 枚、そっか、星の代わりに G 入ってたんだもん、じゃあこっち超ラッキーボックスじゃねえか、 GW にホロワーク1枚今んとこね、もうマジでこの子すごー、これでコンプできてたら最高だよね、コンプおそらくできてないとは思うのだが、なんか出てないのあるか、あ、ベジータ出たね、ベジータで、あとね2パッキーコラコ、いやすげえ、長い戦いだったわ、半端じゃねえぞこれ、めちゃめちゃ強かった、あのいろんな意味でブロリーいなかったのも残念だったけどな、しかしゴジータ、こんなかっこいいゴジータのカードゲットできたからすげえ大満足だ、あ、星来たぞおい、どういうこと、この箱すげえ、ちょっと並べてみっか、この箱コンプできてるじゃねえか、今並べてみたんだけどコンプできてる、 G2 枚も入ってたし、これG に、あのね、G ね、コモンのカード、さっき13枚入ってたじゃん、コモン。今回あの、コモンのカードが1枚減って12枚なんだよね。2、4、ロー、ハート、12。1枚減って、その代わりに G が入ってて、しかも、全部出てる。全部出てないのないよね、これでね。コンプリートできてる。マジで!すげえ!最初の箱よか、コンプできる箱もあるんだ。コンプできる箱もあるし、コンプできない箱もある。うわぁ!ちょっとこれ、いやーなんか
辛いな、最後の1枚さっきトランクス GT 出なくてコンプできんかったのに今回全部入ってた。コンプできた。超絶ラッキーボックスだわ。箱によってこんな違うんだな。やはり超ランダムなんかな。あまり決まってないのかもね。超ランダムに入ってもこれは確定じゃないかなと予想している。ホラクはワンボックス今のところは出てるから、で出てない人いたらコメントでね教えてほしい。未開封ボックス、未開封の新品の箱買ったけど出なかったっていう人がいたらぜひ。ということは出ないこともあるってことだもんね。いやーすげーショックだわ、それは。ワンボックス買って出ないとか。ということで今回は2021年最後のね、あー最後か、スーパードラゴンボールヒーローズカード組15段だもんな。すげえ、もう15段まで来たのか。15段の開封レビュー動画でした。みんなもね、これね、コンプするんだったら200個。200個以上買った方がいいんじゃないかな、確実に。コンプ、被りのカードも欲しいしね。ホロワクのさ、アバターのカードも2枚は欲しいじゃん。絶対2枚以上はゲットしたいから、まあ、200個ぐらいで買うのが一番いいんじゃないかなとは思うね。いやー、かっこよかった。みんなもぜひゲットして、見てみて。ホロワク、アバター。最後、やはりね、今回、ゲットしたてほやほやの、すげえ迫力だぜ。ダブルヒーローアバターカード売買であると。めっちゃかっこいい。いやーよかった、2枚来て。すげえ嬉しいわ。このホロアクシューがほんとかっこいいよな。あと絵柄がなんて言ってもほんとにかっこいい、これ。後ろに座ってゴジータ。これたまらんな。裏は普通なんだけどね。裏は普通なんだけど、速攻スリーブしなきゃ写真撮った後に。これはかっこいいわ。2021年のファイナルにふさわしいな。ファイナルカードにふさわしかった。このアバターカードは。超絶かっけえ。ずっと見てられるんだ、これマジで。この輝き。